はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにミンゴルを、始めていきます。プレゼントですね。ボールがあるみたい。このボールどれぐらいのレベルなんだろう。インパクトを犠牲にパワーを大きく、パワー大事ですからね。パワーいってみましょう。久しぶりなんでちょっと慣れてないです。お、なんかすごいアップする。これいってみますか。パワー大事ですからね。このゲームだと。ノースエントランス。一人でゴルフかな。久しぶりですね、今回は。通常面行ってみようか、どうするか。お、なんか新しいエリアが開放されそう。開放されますね。イベントがあるみたいです。行ってみましょう。ワールドホットチャレンジです。開きましたね。カメラです。何これ。なんか色がホットになってる。なんか、インパクトの動画異常にホットじゃないか。っていうか、ワインを打ってる。なんか、ラリってる。ラリってる？うわ、ひどいな、これ。これはちょっと使いづらすぎる。
入った。おっと、パーかな、パー取った。ちょっと使いづらいですよね。もう一応クローゼットに戻りましょう。こちらにするか。クラブ学習。でもこれは使いづらすぎます。まあしばらくはこれでいいんじゃないかなと思います。飛距離重視ですからね。クラブセット、トレーニングを見てみますか。能力ボールを生成です。ああ、能力ボールを生成できなかった。おお、なるほど。いやいや、ダンボール。ファッションにも力を入れるってことですね。なんだろう。あ、なるほど。まだいける。さあ、ワールドホットチャレンジを続きをやりましょう。2面、2ラウンドかな。
と読み込み時間かかってますね。うわ、すごいとこに来た。これショットはいいけど、ファーストショットはいいけどな、使え、もっとこんなものが使えるとは。さあ2オンなるかな。来た、2オンしました。さあちょっと下り坂で、扱いづらそう。あら、外した。残念。お、レベルアップした。いや、これ動きがしにくいよな。おっと、ぶっ飛んでいった。あらー、でもフェアウェイですね。フェアウェイはキープした。おっと、これはいいショット。2オンできそうです。さあほぼ近い。 1.6m ウルトラショットです。おー、見事にバーディー決めました。これでクリアです。さあ3面行きますね。トレーニングで、お、スロットロック一つが解放されたとなります。ここに、もちろん、パワーボムを追加するんですが、まあ、こうかな。なるほど。チケットを使えるみたいですね。チケットを使っていきましょう。ビッグフライボール、運がアップ。シルバーランク。お、なんか来るぞ。ヤシの木ボール？なんだろう。プラチナランクみたいです、ヤシの木ボールは。
早速このヤシの木ボールを選んでみますか。なんだろう、クローゼットで。これだ、ヤシの木ボール。サイドスピンはしないけどパワーが上がるか、あんまり変わらないんだよな。あーでもこちらの方が良さそうな感じですね。超パワーパワータイプになりました。もう一回だけこちらをやりましょう。ただやっぱり早いんで慣れないですよね。うん、やっぱり動きが早いってすごい、早押しというかタイミング合わせるモードが高くなるからどうなのかなと思ってしまいます。まあ、慣れるとこういう風にそれなりにいけるかもしれないですけどね。結構長距離だな。さあ一気に飛ばしていきます。さあこれは高さを求められますよね。あーっと、ちょっとやっちゃった。ヤシの木に当たりそう。ん？ラフか。ラフじゃない、フェアウェイか。パッとしないなぁ。さあ、これは、これで決めるなんて、おっと？いけるか？いった！なんとかパーを取りました。250mはすごいな。おっと VS 対決は温存されています。今度は砂漠ですね。猛暑ってなってます。あーっとミスった。全然飛ばない。フェアウェアキープしたんだけどな。あと結構坂が多いですよね。うわーっとすごいね、ゴーンってきた。 OB なんだこれ。終わった。バンカーへ向かっていくぞ。おっとオンした。うまくいけばこういう風にオンするんですけどね。かなりショートした。かなりの坂ですよね。これでもショートするんだ。トリプルボギー。これは
もう一回だけやっていきましょう。難易度が高い。まあまずまずですよね。フェアに乗せました。さあ今度は下り坂ですか。左へ行っちゃった。ラフか。オンはしたけど 2.6m ある。あー外れちゃった。残念ですね。ボギーです。もう一回。コースの形状によっては左右に打ち分けるテクニックが問われます。右から左へ曲がるドロー、その逆に曲がるフェードをうまく使いこなしましょうと。これがドローフェードの技ですね。まだかな？結構ローディングに時間かかってますね。来た。いやー難しいですよこれ。1打目はなかなかうまくいくんですけどね。あーなんか邪魔っぽい。左へ曲がっちゃったが、まあ悪くはないか。一応フェアウェイ乗ったけど、どうだ？まあまあですね。2.1m。入れ。あー、外れちゃった。しかも、意外と。入ったけど。難しいですね、これは。ホットすぎるでしょう。どちらかというとアクションが向いてないんで、自分向きじゃないかも。ランクマッチ行きましょう。さあ今ですね、この辺行ってみましょう。なんかさっゆっくり感じますね。さっきホットの
イベントをやったんで、253飛びました。相手の2打目、ナイスショットですよね。このまま行きそう。ちょっと手前か、セミラフですね。カラーか。すごいゆっくりだから真ん中に行きやすい。しかし 4.3 メートルある。意外と、ただポイントではリードしてるんで、普通に行けば勝てると思うんですけど、近い 1.3 メートル行きたか、一発、オーソドックスなんで一発で決めたいですよね。左へ行った。相手は一発一打で入るでしょうから、これを決めないと負けます。OK です。パー決めました。OK です。勝ちました。買うしかないですね。相手の方がよく飛ぶや。基本的にパワーなんですよね、このゲーム。あーっと、左に曲がってしまった。さあ、フェアへ確保できるか。おっと、左へ行く。ラフだ。厳しいラフですよね。慎重に行った方が良かった。よし。ベストですね。山から下ろしてきて。さ、相手のショットではあるんですが、ツーオンです。このままじゃ負けますね。近い？ 3.2 メートルあるのか。おっと、外した。チャンス。一回で決めれば。勝てます。あーっと、やっちゃったか？あーっと、惜しい。パーですね。多分負けますね、これ。勝つ唯一のチャンスだったのに。負けました。さあ、レベルは高いけど、ランクは低い方がいいのか。やめれた方がいいですよね。でも、だいたいスリクゾーンを持ってるよな。
フェアウェイに入ってきたよ。251メートル飛ばしますね。さらにフェアウェイキープ。相手も使ってきます。ただ飛距離差がありますからね。セミラフだ。これはナイスショットですね。サオンするか、まだ足りないんだ、これ。169メートルですから、ツーオンも可能ですね、これだったら。さあ、行けーっていう感じです。近い。お、入った！すごい！ツーオン、チップオン、3230。イーグル3000。そんなにポイント稼げるんですか？お、VTR で再生されますね。まさか入るとは。すごすぎる、イーグル。音楽も変わりますね。初めてはイーグルです。初めてかな。まあ少なくてもパー4ではイーグル初ですね。やっぱパワー、力こそパワーですよ、これは。このゲームではね。最後に、ツアーでゴルフやってみますか。クラブセットを選んで、ファーストクラブにしよう。パターは、ボールはですね、ヤシの実ボールを選びましょう。さあ、シュートで、シュートじゃない。出発です。見つかった。行きましょう。寒いコースですね。ノーザンライツ。お、なんか、あれですかね。温めるものがあるってことですかね。打ち下ろしか。左曲がったような気が。あ、これ入るんかな。ラフかーん。230。さあ、相手も結構。さあ、いよいよ。打ち始めようとするが。いや、じらしますね。ナイスショットか。これだけでも差がつきますよね。おっと、しかし、どうしたんだ？ラフだ。どこにあるんだ今か。
よし。見にくい。右に曲がった。ああ、しかしフェアウェイをきっちりキープしてきましたね。やばい。ああ。パッとしないな。相手も3打目。ナイスショットですね。そうだ。相手はグリーン乗せてきました。は？オーロラがすごい綺麗。おっと近い。1.7 メートルアプローチしてきました。上りですね、かなりの。これは結構ショートする。これを見て勉強しましょうか。あ、でも、結構、これを結構ショートしますよね。思った以上にショートする。あーっと、惜しい。イーブンになっちゃいます、つまり。もう悔しいのでもう一回やってみます。なんか いろんなコースができてますね。さあ始めるか。相手の番ですか。382ヤード。そんなに。木をてらったホールではないようなスーパースピン。さあ飛ばしていくつもりです。ナイスショットですね。ああのコースか。あの角型のアップダウンが多いですからね。左へ行っちゃった。戻れ戻れ戻れとはならないか。ラフか。ナイスショット。
これナイスショットか。カラーまで持ってきましたよね。オッケー。あー、手前なのか、これでも。あれ？なんか下がり始めた。どこまで下がるんだ？結構オーバーするな。思ったよりも難しい。相手も3打目なんですよね。ナイスショット。おー、近い。おー、いいですね。入った。ボギーでした。相手も5打目ですね。これも入るでしょう。ああ、そうか。相手はパーか。敗れ去りました。悔しい。慰めてはもらいますが。クラブのレベルアップを図ります。はい、というわけでミンゴルやっていきました。なんかそのすごく、ホットこのワールドホットチャレンジはすごく難しかった、早くて難しかったですよね。そして、ランクマッチは、まあ、一勝したんですが、ツアーでは、まあ、残念ながら、勝てませんでした。はい。腕を磨いていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。